ドイツの田舎町の飲みの市北野天満宮の飲みの市に並ぶ骨董品飲みの市はヨーロッパの大都市の各地で春から夏にかけて教会や視聴者前の広場などで開かれる古物市。パリの飲みの市が有名。北米では大規模な倉庫や体育館など屋内で開催されるものもある。出店者は一般家庭や仲間で集まったグループから 小物賞や雑貨商のような事業者まで幅広い。飲みの市フリマは、フランス語、マーシェイオプーセスの訳であり、のみの湧いたような古着が主な商品として扱われていた、のみのようにどこからともなく人や物が湧き出てくる様子を表現したなどと言われているが、語源は定かではない。もっとも現在のイギリスやフランスでは、昆虫の飲みとは関係なく、汚らしい。 ミスボラシーといった意味に捉えられている。日本に、のみの市という言葉及び概念を紹介したのは、柔道家の石黒慶七とされる。同詞の死は、日本でも最近はあちこちで模様されているが、のみの市という呼び名は、のみの持っている不潔なイメージから、歴史のある古物詞では、ガラクタ市、ボロ市といった名称が使われ、最近の若者、ファミリー向けの大規模イベントとして開催されるものは、 フリーマーケットというケースが多い。日本フリーマーケット協会では、日本において、飲みの位置を開催するにあたり、誰もが気軽に参加できるようにとの思いを込めて、本来のフリマに代わりより親しみやすい、フリーマーケットの英文表記を、あえて採用し、同協会の商標並びにサービスマークとしている。日本語では、カタカナでのフリーが、もともとの飲みから、 自由と混同されてしまった。そのため、日本フリーマーケット協会の英文表記もフリーマーケットである。英語のフリーマーケットは、経済学における自由市場のことである。特に掘り出し物の中には、古美術などが含まれることが多く、出品者がそれと知らずに所有していた有名画家の絵画が発見されることもある。アメリカ西海岸では、スワップミート、 オープンウェアマーケットなどと呼ばれることも多い。日本のフリーマーケット、日本各地で行われる飲みの市や、ガラクタ市は1990年代以降若者、ファミリー向けのフリーマーケットと呼ばれるものが多くなった。従来の飲みの市は神社などの境内で縁日に合わせて行われることが多いが、フリーマーケットと称する催しは、主に競馬場やサッカー場などの駐車場。 大規模公演などの一角で行われることが多い。東京都内の場合は、明治公園、代々木公園、大井競馬場、秋葉原オックスなどで行われるものが規模が大きいと言われる。なお、日本で同種の市を開催する場合、携帯によっては主催者に古物商取引の許可が必要な場合がある。近年、インターネット上でもフリーマーケットが開催される場合が多くなってきている。主に、 古くなった生活用品を出すケースが多く、幼児服など短期間しか身につけられなかったものを出品するケースが多い。これらの衣類、生活用品の中には、キャラクター商品なども含まれ、特に人気のあったキャラクター。地方都市で開催される、骨董市富岡八幡宮で開催される、骨董市骨董市は神社仏閣の縁日やお祭りに合わせて、 食べ物の屋台などとは別に骨董の市が立ち各種から骨董賞やアマチュアなどが品物を持ち寄り開いたりするもの今日フリーマーケットとほとんど見分けがつかなくなったりしている骨董ジャンボリー全国コミング骨董祭り東京の実の市のような規模の大きなものから地方都市の小さな規模のものまで多したようにある関東地方では 野木神社骨董市が最も歴史ある市である。近年では、東京のみの市をはじめ出店業者や、販売内容は同様でも、骨董市、のみの市、アンティークフェアなど名称は多様化の傾向がある。ありがとうございます。